お、なんかちょいちょいインクが置かれてある。は、ここで誰だよ、スプラごっこしたの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ピーナッツ島に到着。ピーナッツ島かな、島かな、なんかどっちでも行けそうな気がする。さあ目を開けてくださいな。ちなみにこのピーナッツ島は音楽フェスと下北沢の島らしいです。あなたは今ピーナッツという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時にはこちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは都のピーナッツ島をご堪能くださいます。あ、島であっとった。下北沢ってなんかあれよね、ちょっとなんていうん、女優さんとか目指しよる感じの人がおるイメージ。なんかそんな感じじゃないっけ。ミュージックフェスの服。お、服が用意されている。イエーイ。ちょっと恐ろしいほどにこの私のヒョウ柄のスカートが合わないのだけど。あ、これマンホール？これは実際にマンホールなんかな。でも、ぽいよね、多分。ぽいよね。そして、はしご。よし。はしごを持って、行きましょうか。なんやろ、あれ。なんか旗が置かれてある。ちょ、待って。ここは、なるほど。今、ここなわけですね。ということで、この下らへんに、このね、斜め左下。おー、なんかすごいポップな空間。ね、めっちゃポップな空間。レインボー。いいね、いいね、いいね、なんか。あ、見て、これ色違い？このアーチ。白とピンク。なんか色々とあるんだな。ピーナッツ。これ多分旗と同じやつよね。で、そして、ここ。ここがね。よいしょー。あ、ほんとや、なんかそういう感じに見えるな。ここがピーナッツ城。お城。確かになんかお城と城下町みたいな感じに見えるかも。これはなんだ？キノコか。ツルツルな感じの。そしてプレゼントを、ちょっと一瞬開けられると思ってしまった。こっちにもプレゼント。これクリスマス系のやつかな、多分。小人さんが迎えてくれる。雪だね。勇ましい感じの音楽は。音楽どこでかかってんだ、これ。あ、これか。これや。このプレイヤーでかかっとんやね。ふいふい。そして、こっちの方面に、ちょっと待って。マップ。こっちの方面に行きますと、なんかいろいろ各所にね、アーチが置いてあるね。はい、ここがおもちゃ屋さん。超かわいいんですけど。自販機の上にもなんかいろいろと置かれてある。すごいなんか地面が超ポップだね。良きだね。おもちゃ屋さん、これお客さん？この子はお客さんということでよろしいのかしら。お、そしてほら、いろいろと置かれてありますよ。ここも込みでのおもちゃ屋さんってことかな、たぬき商店。ね、周りになんかいろいろと置かれてあるし。かわいい。かわいい、良き。こういう地面の組み合わせ、いいよね、なんか。はい、そして、ここから出て、ほんと？どこから出られ、あ、ここから出られるんかな？はい、ここから出たら、ここは、おかわなビーチ。多分、かわいいっていうことやと思うけど。おかわなビーチ。私が多分、こういう感じで置きたいなって頭の中で想像しておいたら、ただのぐしゃぐしゃになるんやろうなって思う。ね。いいな、ミント系の。色の家具。なんか全体的にすごい、なんて言うんやろう。派手な感じの色味やね。すごい派手な感じの色味。あ、ここはガソリンスタンド的な感じかな？ね。車が。私あの車のやつ黒いやつしかないよね。そして、ちょ、こっちの方に、こちらの方にですね、
これ橋みたいな感じに見せとんかな、もしかして。はい、ここが古着屋さん。かわいい。なにこれ、え、目からビーム。この猫なんか目からビーム出てない？最初なんか前足が伸びとんかなって思ったけど違うよね、超ビーム出てるよね。知ってる？目からビーム、あのデジコのやつ、デジキャラット。昔アニマックスで見よった。あ、これ微妙にイラスト違うんか、あの広場のところにあったやつと。はい、そしてこっちの方もね、ここも多分古着屋さん、別のお店かな。この上の靴下は前座ではない、普通に置いてあるんかな。奥のはタイツ。え、なんかめっちゃ散らかっとるけど大丈夫？ラッピングペーパー地面に置かれとるよ。お、そしてなんか見て、ほら、超ひっそりと金のバラ。めっちゃひっそりじゃない？隠し金バラや、隠し金バラ、いいっすね。はい、そしてこの上、ここがライブハウス。電車でやってくるんかな、この場所には。ほら、家の前に線路が引かれてある。はい、そしてここライブハウス。何あれ、見て、左右から角が突き出とんやけど、え、あれはどういう感じ。あ、すごい。へー、化石でああいう風に。いいね、なんか家の装飾みたい。はい、それじゃあお邪魔します。一応ね、この自宅の地下がライブハウスになっとるっぽいけん、まずはちょっと他のところを楽しんでいきましょう。なんかなんなんやろ、すごい上品げな感じ。ちょっと私、絨毯とあと絵だけで判断したけど、すごいなんかセレブっぽい感じ。しかしなぜかここにアメフトのボールが。どういう組み合わせ。ここがキッチンなんかな。ね、なんか面白い。面白い。はい、そして左の部屋へ。お、和風な部屋。そして、え、見てこれ。これ誰やったっけ。ちょいと名前を忘れてしまったけども、このウサギの子、めっちゃこれなんか周りの景色がシャ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 ってなっとる。高速移動しよる感じやね。超スピードで動いていきよるんや。そして扇風機の音がすごい。すごい。見て、部屋の中に獅子踊し。あ、この鏡もすごいちゃんと和室に合うような感じ。はい、そして奥の部屋へ。奥は、ここがリビングなのか？え、かわいい。え、かわいい。いいな。え、これってさ、あれやろ？キュート系の家具よね。私んとこ青とかしかないけんさ、え、めっちゃ可愛いんやけど、このなんか薄い黄色と赤っぽいピンクレッド系みたいなの。え、そしてこの、こんな絵もあるんやね。パピヨンかな。超可愛い。いいな、いいな。やっぱ人んところっていいね、違う色の。あ、見て、ほら、お、こっちはなんか二つ揃ってあるやん。ポスターと写真。ほら、あの、タコヤくんやったっけ？さっき向こうの部屋にはポスターがあったよね。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はお風呂か。なるほど、なるほど。めっちゃ白いと思った。お風呂に入って、お風呂から出たら、ここでまあ、そよーっと。夏場とかはね、私的には今も全然暑いけど。なんかどんどんさ、寒くなる時期めっちゃ押してきてない？あ、体重計もなんかすごい女子力高めの、イラスト。私あの、スマホとさ、連携して使える体重計使いよる。そして真っ白かと思ったら、ちょっとなんか、薄水色、なんか薄い水色のトイレ。
お、見て、壁にテレビがあるタイプのお風呂や。いいね、絶対そんなん。めっちゃ長風呂しそうな感じ。私基本的にお風呂10分か20分ぐらいで出るけんな。はい、それじゃあ2階へ。お、2階はすごい落ち着く感じやね。いろんなことで、賞をもらっているらしい。素晴らしき。え、なんか見てこれ。壁もめっちゃ豪華じゃない？何柄っていうんかわからんけど、なんか古代の遺跡とかにありそう。私こういう絵の価値とか全然わからんけんさ、なんか、なんていうん？美術館とか行っても多分全然わからんねやけど、でもきっとすごいんであろうなぁとは思う。あ、こんなところに金庫が。そして多分上にはお金が。え、開けれないんすかこれ。開けれないのか。絶対パカって開けたら札束がいっぱい入ってると思ったのに。さあ、そして地下。おー、いいねいいね、ライブハウス。ふー、なにこれ、さくらんぼ。なんか地面めっちゃ落ちとるけど、なにこれ。パンフレットとかそういう感じかな。一応散らかされてるけど。何あれ、なぜ床にゴミが。あ、スタッフさん大変だけど頑張ってくださいまし。なんか励ますやつ。もしかしてこれがあれっすか、バンドのメンバーとかそういう感じっすか。かっこいいやん。ここ真ん中の誰やっけ、キザの誉れやったっけ。そしてちょっと悪っぽい感じの、そしてクールなアポロ。よき。よき。ライブってさ、私、2組しか行ったことないんやけど、でもなんか自分が特別大ファンとかじゃなくても、ライブのあの空気感すごいいいよね。むしろライブに行って好きになるまであるような感じがする。ちなみにゴールデンボンバーのライブは行った方がいいよ。楽しいよ。ファンじゃなくても楽しめるよ。あの、座ってても大丈夫ですよ、とか言ってくれるけんね。はい、そして、はい、こちらは中華街。ことで、ここでね、座って、中華が食べられると。あ、そっか、座った状態では何もできない。あ、かわいい、チャイナ服置いてある。パンダや、パンダ。これはあれよね、イラスト、あの、マイルドで、なんていうの、止めるやつとか。ああいうのもつけとるってことよね。あ、上の方にはチャイナ服も置いてあるよ。竹をね、いまいち私は有効活用全然できないっていう。あれ、これ回せんかったっけ。私こういうテーブルでさ、中華料理、え、食べたことあったっけ。なんかあったような気もするけども、中学かそこらの修学旅行。なんかめっちゃびっしり置かれてあった。びっくりした。超びっくりした。ここにもなんか看板が置かれてあるのだけど、この辺はなんか、なんやろ、適当に置いとんかな。そしてこの辺もね、中華系の服。これなんやろ、ビビンバとかそういう感じ。あれってさ、ビビンバなん、ビビンパなん、なんかどっちも見かけるくない、表示。はい、そしてなぜかここに誰かのお墓。誰なんだろうか。でもなんかこういうね、景色の綺麗なところに一人だけ埋葬されているというのは、なんかこの島にとってすごく重大な人のお墓とかそういうことなのではと思ってしまう。え、めっちゃカラフル、超可愛いんやけど。ねえ、めっちゃ超カラフルじゃない。そしてこちら、あ、バンドメンバー。何、お忍びですか。めっちゃ見上げる。やっぱほら、キザの誉れ。いや、観光会。僕は、ここにいる理由を探しているのさ。あれじゃないんすか、あの、ライブの休憩中とか、そういうことではないんすかね。ここはね、一応、酔いたいダーツバーらしい。ダーツバーか。ダーツ？ダーツ？なんかさ、なんか大人になったらさ、ダーツ好きな男の人すごい多くない？なんなんあれ。なんなんあれ。なんなんっていうのもあれやけど。私にはよく良さがわからないんだけど。ほら見て、ここにも、なんかすごいひっそりとさ、金バラが隠されとんよね。
普通さ金のバラとか育てたらめっちゃなんかここにありますよみたいな集めておかん。あとなんかこの地面すごい好きわかる？ねえ分かってくれる？この地面すごい好きなんやけど、なんか知らんけど、これは一体何の木なんだろうか。なんか広場とかにありそうな感じの木よねこれ。え違う？違うかもしれんけど、ほらこの空間良きっすな。めちゃくちゃ良きっすな。はい、そしてちょっとそこの上に上がりたいのだけど、あ、はしごで上がれるか。ちょい待って、はしご、ちょいと君邪魔なんですが、ここからへい上がってきた。で今私はどこにいるの一体。ふんふん、なるほど。うわー、あ、もしやここ通れない。家具で通れんかった。まさかの。ってことでちょっとあれか、すっと上がれる場所がどこかにあるのか。いや多分あるとは思うのだけども、あ、こういうところでひっそりと本を読むんだね。なんかさっきからさ、ちょいちょいプレゼントみたいなの落ちたんよね。見てみていいっすか、落とし物かな多分。お、置いた。違うんだよ。そうじゃなくって、リンゴの服。あ、なるほどね、そういう感じ。レシピが置いてあるんすね。待って、ここに上がりたいんだけど上がれる場所がわからない。はっ、え、ここ上がれないの。もしかしてあの木があるからかな。じゃあちょっとやっぱりこっちから。はっ、よし、オッケー。はい、ここはオーガニックカレー屋さん。この場所は、うん、オーガニックカレー屋さんだね。これがそのオーガニックに関係のある植物だったりするんでしょうか。私オーガニックの意味がちょっとよくわからないんだけども、これにカレーが入ってるってことかな。いやでもカレーこれよね、あれか、ご飯にかける用の。なんかあるやん、あの、なんていうん、いわゆるインドカレーみたいなんで、こんな、ま、こんな壺みたいな形ではないけど、もうちょっとなんか浅めのカレーの容器みたいなのあるやん、ああいう感じかな。はい、そしてこっち、ちょいと君。はい、こっちが中古家具屋さん。これはあれっすか、中古家具屋さんといっても、あ、でも手前の方は確かに普通に家で使えそうな感じかな。奥の方はちょっとね、業者さんが買うんかなっていう感じの。そういう感じだけども、あ、ここから上がれるやん。なるほどね、もうちょっと進んだらよかったんやね。多分さっき私が上がろうとしたのがここやったけん。なるほどなるほど。ちょっと気がせいたかな。はい、それじゃあこっち、なんだ、あ、かわいい傘。なにこの傘、超かわいいんやけど。いいね、このフリフリな感じ。あ、そしてポスターにいたたこやくんじゃないっすか。よきよき。この辺は住宅街かな。今私は一体どこにいらっしゃるのかしら。あ、ここか。ここはハーブティーカフェ。なんか独特な模様。あ、あれは月の模様かだね。ハーブティーカフェ。多分私はちょっと苦手で飲めない感じなんだろうけど。なるほど、この辺がハーブだね。ほうほう、これを使ってうちではまあ商品を出してますよみたいな。ハーブティー、あ、でも私ジャスミンティーとかは飲んだりはする、あれば。自分から進んで飲むことはないのだけど、あれば飲む。こっちは来た方向か。あ、いやね、この家に、なんであんなところに、なんかちょいちょい傘が置かれてある。意味はあるのだろうか。動物とかに見立てるとるとかそういう感じかな。いや違うかもしれんけど。違うかもしれんけども。そしてここが、ここは工事中なんすか。
ほんと、この位置は一体、あ、なるほどね。ここは普通に、普通に工事中っぽいね。え、でもなんかすごい、ちゃんと工事現場っていう感じやけど。え、これはあえてこういう感じで作ったのかな？工事中。なんかこういうのすらもね、私は絶対にできない感じの。何これ？あ、なるほどなるほど。なんか黒板みたいなのにアートされたんかと思ったら違っとった。これあれか。あの、劇ミュージックのやつやね。びっくりした。通れんのかと思った。そしてこれ見て、なんか風船で道が作られてる。かわいい。かわいい、良き。ここが、これ何？あ、たこ焼きこれもしかして。え、違うかな？エクレアとかかな？なんか、横の見たら違うような気がしてきた。こんな感じで。この位置、一体私はどこにいるのかしら？あの上の方か。ここがね、ピーナッツフェス会場。あ、すごい、上に。見て！ここで多分またキザの誉れたちが歌うんや。そして、ほら、テレビカメラ。おー、すごいっすね。これライブスタッフの人たち？お客さんかな？スタッフさんかな？まあ、スタッフさんかな？多分カメラとかここにあるし。そしてこれで音楽を流し、上で演奏が行われる。すごい。いいね、いいね。そしてこっちが、おキャンプ広場。ちょっと待って、通れなかった。おキャンプ広場。広いな、キャンプ場。お、なんか、ちょいちょい、インクが置かれてある。は、ここで、誰だよ、スプラごっこしたの。誰がここでスプラごっこしたんだよ。でもあれよね、思うんやけどさ、スプラトゥーンみたいな世界って絶対現実で、ああいうことできたら楽しくない？だってさ、なんか試合が終わったら、インクの跡とか綺麗に消えとるやん。消えるインク。めちゃくちゃもうぶちまけるよね。絶対楽しいやん。はい、そしてこっちの方が、フェススタッフの山小屋。ってことはさっきのキャンプ場もなんかフェススタッフの人たちがキャンプしよるってことなんかな。なるほど。この小屋で、ま、スタッフさんたちがいろいろと、あ、すごい自分たちで作っているのね、こういう風に。外で。なるほど、なるほど。はい、それじゃあ、とりあえずちょっと戻っていく。いいね、綿菓子とか持って参戦するんかな。ここもしかして渡っていける？いや、多分こっちから橋で渡っていくんだな。ゴー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 。何気に、スプリング遊具が。なんかこの辺の景色、良き。あ、こっちはあれか。博物館があるね。ほらほら。あ、こういうなんか、不思議の森って感じ。あ、ちゃんとほら、フクロウの絵が描いてあるし。それで、こちらは博物館っていうのを、通れなくない？え、通れる？これ。通れなくないっすか？通れんよね、これ。どういう、こっからもしや。通れない。通れんかった。マジで？通れないの？私が何か間違えているとかそういうことなんでしょうか。とりあえずここがフルーツの森。いいね、いいね。一番奥には悪そうな小人さんが。フルーツの森、なんか表現の仕方が可愛い。ね、果樹園とかじゃなくて。あ、スイカの傘とかあるんよね。可愛い。良きっすな。みんないろんな果物を揃えていらっしゃる。いい、そして、ちょいと、果物ちょいちょい落ちてるよ。大丈夫？大丈夫っすか？いい、そして、こっち。あ、ここはさっき向こうで採れた果物を使って、ジュースとか作ってくれよるって感じかな。いいね、いいね。はい、そして、あ、入れた、入れた。ここが、骨董品通り。骨董品を取り扱っている。多分ここにも何かが。あ、あったあった。地球儀とかが。骨董品通り。あ、上にもなんか色々置いてあるんやね。ほうほう。
こういう感じで、あ、第一村人、やっと発見したよ。ちょ、は、どうも、かわいい。フェスト下北沢の島だよ。え、めっちゃかわいいフェイスペイント。ね、いいね、いいね、フェイスペイント。よっち。そして、ここが、おしとやビーチらしいんだけど、おしとやって何？おしとやかっていうことかな？いいな、かわいい、このタオル。あ、どうも。ボルトやったっけね。よっ。ようこそ、ピーナッツ島へ。君とは初めましてかな。いい夢見れるといいね。はいよー。はいよーは元からの口癖？ボルトってさ、私なんか、いつやっけ？追い森におらんかったっけ？確か。え、おった気がするけど、そんな口癖あったっけ？絶対違うと思うんだけども。待って、外に出てしまったね、私。ちょい、戻りたい。戻って行きたい。あの、博物館のところに、あ、こっから入れる？もしかして。ふぅ、入れた。博物館のところに行きたいんやけど、あれははしご使ったらいけるかな？んーと？なんか不思議な空間がいっぱいある。楽しい。桜の花びらも床に置けるんよね。あれ多分春に、網で、すくうやつやろ。あ、この奥行けるっぽい。ほら。すごいよ、ほら。すごいよ、ここ。遊園地がある、遊園地。イエーイ。あ、すごい。結構奥の方まであるね、いろいろと。手前だけかと思ったら。あ、すごい。結構な範囲、遊園地だわ。コーヒーカップを置く場所が未だに私はわからぬ。ね、未だに私はわからぬよ。待って、ここの下に降りたら一体どこに行くのかしら？あ、ちょっと待って、この奥にも何か、どこから行けばいいんだ？この辺からどっか渡って行ける？あ、行けるっぽい。こんなところにお家があるじゃないの。あ、そしてあれは多分、個人的な、あ、お宝。お宝がありましたぞ。待って、こっち、いや、でも上がったところで、くっ、いけねえ。いけねえ。ちょ、下ろさして。ちょ、待ってね。よっ、こは、あの奥にもね、何かがあるっぽいのだけど、ここから上がれるのか？あ、上がれるんじゃないこれ。よっ。よいしょー。おお、ほらほら、なんか来れた。やったー。街の住人や。いや、でもしかし、すぐ近くに怪獣がいるので、ちょっと怖い。怖いです。これ、あっち側はどうやって？ちょ、待って。はっ、挟まったかと思った、私。ここから上がればいいんかな？やっ、あ、ここ、通れる。あー、やったー、抜け道を見つけた、嬉しい。めっちゃ嬉しい。あ、で、こう回ってきて、なるほど。来れたよ。来れたよ、私。やったじゃねえか。はい、ここが、博物館。イエーイ。あの奥の空間にはどうやって行くんだ？一応なんかあれやね、坂があるっぽい感じやね。あそこの細い道を行けばいいんかな？ちょいと待ってくださいまし。坂というかあれか。階段があるんかな？こっちの方。ここは、ゴミ捨て場？粗大ゴミが捨てられているということなのかしら。あ、この辺から上がれる？あ、いや、上がれないか。いや、でも、あ、ここもしかして、隙間通れるのでは。通れたー。ほら、なんかいろいろとね、通れる、見えない隙間があるのが、すごいな。お、そしてほら、ここが、星降る黄色か。ちょいちょい、ピンクとか白、赤とかあるけど、だいたい黄色い感じ。ここから、何あれ。え、何あれ。
何あの軍団。化石もたくさんあるんですが、まあ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 、ここからちょっと天体観測をすると、ほうほうほう、よきっすな。よきっすな、よきっすな。はい、それじゃあ、なんかここから水が、あ、でもここからでも上がれたんじゃない。石をなんとなく、あ、でこれ上行けるんかな。ね、博物館の奥にも、いいよ、ちょっと待って、上に上がらせてください。ほらほら、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これが森の音楽会。え、めっちゃかわいいんやけど。良きっすね。ここで音楽を楽しむ野生の動物たちと共に。野生の動物、パンダとクマやけど、ちょっとすごい危険な気がする。あ、小人。ねえ、小人さん、座布団の上に乗せれるん。座布団、クッション。見てこれ、クッションの上に立っとる。え、かわいい。で、そしてこっち側が思い出に残るレストラン。なんだ、ラブラブだな君たち。これはオスとメスとかの違いなんかな。なんかこっちの方が明らかにシャープな感じやけど、両方フラミンゴ。これあれよね、確かオスかメスかどっちかが片足上げて、どっちかは足上げんのやったよね。え、違う？なんかすごい曖昧な記憶。私のすごく曖昧な記憶なんですが。なるほど。あのフラミンゴカップルのように、人間のカップルもそこでラブラブするわけですね。なんだここ。ねえ、なんか、UFO が舞い降りてるよ。あ、こっちから、なるほど、ここからこっそりと、バンドメンバーは移動するんすね。そうじゃないかもしれんけど。ほら、やっぱりね、あ、ここもしかして2段高い？ね、やっぱり一般の人たちに紛れてやったらすごい目立つやろうけん、ほら、この小さい小道を通って、あのステージに上がるんだな。なるほど。よし。そしてね、あのバンドさんの本格的な音楽を聴く前に、森の音楽会で心癒されると良きじゃないか。待って、これどこから行けばいいんやっけ。ここからか。あ、ここぐるっと回るんか。すごいよね、なんか地形がめちゃくちゃ凝ってる感じがする。なんかよーく見ないと見つけられない抜け道がたくさん。いや、私がトロいだけかもしれないけれども、すごいな。なんかそこもペンキがすごいいっぱいこぼれてますが、大丈夫でしょうか。あ、どうも。どうもどうも。ほんと？こっちだったよね、広場は確か。あ、帰ってきた帰ってきた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず最初ね、来る前に服装を自分なりに整えてきたけど、あのフェスの T シャツを着た途端になんかめっちゃちぐはぐなおばちゃん感が出てしまったね、なんか整わんかったらヒョウ柄ってこんなにもちぐはぐなんやなと思った